神奈川県みんなでビューティービーエンターテインメント広報カナフル TV のお時間です。司会の田崎光です。さあ今週のリポーターはウッズです。どうも。 二千二十一年もよろしくお願いします。今年初めてなんでお願いします。面白いことどうぞよろしくお願いしますね。できるかな。茶番です。茶番。はい。ルルよろしくお願いします。はいはい。よろしくお願いします。さあということで早速なんですが、お二人はですね今年に入って何か新しく始めようかなとか思っていることありますか。それがねやろうやろうと思いながらもうカレンダーがめくれていくんですよね。 想像通りだね。いや私は地味に本当みんなどうでもいいと思ってると思うけど、髪にでも伸ばそうかなってずっと短いし気分転換になんか努力はしないみたいですよ皆さん。なるほど。してるわけじゃないんだよ。まあ新しくね、伸ばそうかな。まあ僕もですねまあ何かやろうかなと思っては年明けを迎えるっていうことをねもう十年ぐらいやってますけれどもね。まあそういう人ねいっぱいいると思います。さあそこで今週はですねオリンピックイヤにちなみまして趣味としてもお勧めしたいオリンピックパラリン オリンピック競技をご紹介します<ー>なるほどもうねコロナが収束してなんとしてもこぎつけたいとこですけどね、はい、そうですねはいということでねそんな希望を持ちましてこちらちょっと改めてご覧ください、はい、えーとですね えーとこちらね東京二ゼロ二ゼロオリンピックパラリンピック競技大会ではこの七つのね新しい種目がね、えー、と採用されることになりましたけども<ー>田崎さんどうですかこれそう、はい、野球ソフトボール久しぶりだよねですよねあとのはなんか入ってなかったんだっていうのもね、うん、結構ねあの、はい、メジャーなもの多いですよね結構ね趣味にできそうなもの多くないですか確かに、はい、っていうほどちょっと 運動ポンコツなんてなんともいませんやってみたいなとは思います。<うん S 1> 思いますよね <うん S 1> さあということでねちょっとこう台本通り読ませていただきますけどそこで今週は大した趣味も特技もないえおっちゃん代表の私、ウッズが新たな趣味を探してオリンピック競技に挑戦してきました。すすすごいででねまずはこちらですどうぞ いやー大自然いいですね。さあということで今日はですね新しく次の大会で競技になった3つのスポーツクライミングが体験できるということで県立秦野十川公園にやってきました3つですよあれ高いそびえ立ってるのねあれがねリードとスピードといいましてそしてこちらがボルダリングなんですけどもね今日ここでちょっと僕挑戦できるということでねどれやろうかななんかね ああっっっちちが一番ねやすそうなんであれちょょとやってみまし最後いやでも高いな昨年6月にオープンした秦野市が整備したこの施設では有名選手たちが挑んだ本格的な設備でボルダリングを楽しむことができるんですそして隣接する県立山岳スポーツセンターにはリードとスピードができる施設もあるので ここだけでスポーツクライミングの三種目を楽しむことができるんです。すごいですね、これ、はい、ありがとうございますい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。スポーツクライミングって、はい、一体どういう競技なんですかね。はい、あのここの東京オリンピックでですね、あの正式種目になりましたスポーツクライミングなんですが、一、うんえー、人の選手が まあ三つの種目をやるということで、はい、先ほどご紹介いただきましたリードスピード、そしてこのボルダリングですね。一人の選手がまああのそれぞれの競技をやって、まあ総合的なポイントでまあメダルを争うという競技になります。あ一人の選手がやるんですね。そう,そうですね。具体的にはあのスピードはスピードを競ったりとかですね、はい、リードは高さを競うんですが、はい、えー、このボルダリングについてはあの課題を設定しましてですね、うん、あの選手がまあ五課題なら五課題をやって、まあ あのどれだけゴールを取れたかと。と 少ない回数でですね。まあそういったものをあの点数化してまあ争う競技ということになります。まあでも見ててもなんかやってるややったことないんで、はい、こんなに壁がこ,こんな反り返ってるなんて思わなかったんですけど。<laughs> えも、え、う、ええ、これこれは普通に競技で使われてる壁なんですか。そうですね。あのこの壁はですね。はいえー、昨年の八王子で開かれました世界選手権で使われた壁を移設しました。で、あのこの施設実は裏にも壁があります。裏にもあるんですか。はい。はい、そちらはあの岩手で行われました国体で使われた壁をですね。 えー、移設しており壁もあのこのついてる石もですね、まあ、競技で使われているようなものを使っておりますので、まあ、あとはルートの付け方でですね、はい、あの簡単になったり難しくなったりもするんですけども。 あの初級者から、えー、上級者まで楽しめるようなセットをしておりますへえこれ傾斜で難しいとかじゃないんですねそうですねあの本当にあの縦の傾斜でもですねあのこのいわゆるホールドといわれる石の付け方で、はいえー、だいぶ変わってくるということであのルートセッターさんっていうあのプロの方がいらっしゃるんですが<ー>その人の味付けによって変わってくると山の名前がそうなんです書いてあるの気づいたんですけどはいこう密接して、えー、やりますといろいろ危険性もありますので <laughs> エリアを分けてですね、はい、まあこのエリアでえ誰か登ってる時は待機してくださいということでエリアの名前をですね大山とかですね丹沢さんとか、まあ、この地元にちなんだ山の名前をつけさせていただいていいですね神奈川県北でこう親しみやすいというか <laughs> ありがとうございますこれ挑戦できますかね僕えじゃああのぜひあのせっかく来ていただきましたので、はい、今日は特別にチャレンジしていただきたいと思いますいやよろしくお願いします<え>今回クライミングを教えてくれるのは関野佳菜子さん 神奈川県代表として国体へ出場した経験を持ちボルダリングのジャパンカップ本大会に出場するなどバリバリのトップクライマーいやこれすごいな今日はちょっとよろしくお願いしますこれ実際これど,どういうふうにして登っていくスポーツなんですかねルール的には決められたコースをスタートから登っていってゴ、はい、ールを両手で持って登りきれたっていう。はい カウントになります。これなんかいっぱい貼ってますよね。はい、四角いやつとか、長いやつとかあるじゃないですか。はいはい,はいはい。これがどういうことなんですかね。そ四角いのは、このピンクの四角いテープが貼られたものだけを使って登っていってくださいね。っていう意味なんです、ね。ほ,ほほほほ。ここ、他のを見ていただくと、<あ>全部貼られてるんです、ね。はいはいはい。あ、じゃ、こうやって、ここを持って、探していくっていう。そう,そうです。そうです。で、足もですか。足もですね。これ実際、どういうふうな特典というか。早くいっ、登。 制限時間以内に、はいまあ、少ない数で登り切れたのが一番得点が高いですね、はい、トライ数が少ない方落ちるとワントライってカウントされるんですけど、はい、そのトライ数が少ない方が一発で登り切れるのが一番あそういう競技なんだ、はい、これ実際に今日こんな普通に楽の格好できたんですけど、はい、ここでこれ靴もお借りしたんですけど貸してくれるんですか こちらから貸し出しすることができます。じゃあ、今日ちょっとやりたいなと思って来てもできるんですか。あ,あ、それでできます。いやすごいな、じゃあ、ちょっと今日よろしくお願いします。いや、僕これ、さすがに無理じゃないですかね。いや、大丈夫です。大丈夫なんですか。はい、じゃあ、この。ピンクの四角いコースから。はい。この S って書かれてるのがスタートになります。スタートで。はい、ご、これどこ、どうに。さあ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 ね、うん、消毒してね、やらしてもらいました。これがね、この色のシールが、こう優しさ、難しさ、<っ>難易度がね、分かれてるんですよ。 はいこれねボダリング意外えやったことある？ないんです初めてなんですよ、えー、でもこれやっぱりねこれ四角いやつ四角いやつでなんてルールが分かんなかったんで足の置き場とかまあまあ困りながら<ー>はい <5? S 1> でもそれって教えてもらえるっていうのはいいはいはいはいまあでまあ僕できちゃうんですよねこうやってねつまんないの <laughs> いやいやいやたまにはできるとこ見せないと2021年はやりましやっちゃったよ<ら>つまんないのい <laughs> これできました僕 できましたよできましたよこれ、はい、ナイスですまあこんなもんですよ、はい、<laughs> 余裕を見せるウッズなんか腹が立ちますね次はこの上級者向けの壁に挑むようです調子に乗らない方がいいよえで、はい、足が上がったらスタート足が上がったらスタートです ですよねやっぱりそう,そうなんですよそう,そうはなるんですよ絶対に GoPro <laughs> 痛いしほんで一体し何これせーのって感じで <laughs> 痛いだから GoPro が痛いな持ちますよね、はい、足かけます足かけた足浮きます、はい スタートですそこ置いていいんですねここで大丈夫ですそれ聞い,は聞いてなかったな <laughs> 聞いてなかったなそれ <laughs> で次そこで次関野さんさすがの実力すご,すごいですねうつこうやって登るんだよええどこ行くんですか <laughs> あ本当だオレンジで行ってるちゃんと足もオレンジの四角の だここなんですここからこうしてあでもね片手離したら落ちるんですよと <laughs> 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 こうなるんだよな <laughs> いや今日はありがとうございましたお疲れ様でした楽しかったです,かったですいやこれやっぱやってて何が楽しいですか やっぱり登れた時のやったーっていう達成感が一番楽しいですねいやー僕それ分かりました本当に体験できましたこれからなんか目標とかあるんですかいろんなところ多分登ったと思うんですけど <laughs> 私は今外の岩を登る方に、はい、ロッククライミングですかはいはいはいはまってましてちょっとそっちの方でもっと難しいものを登れたらなって思っていますいやそこもやっぱり達成感登った時の達成感です,、ね、感ですか、はい いやこれ私生活で登れそうだなと思ったりしますたまに <laughs> <laughs> いやくれぐれも気をつけてこれからの夢に向かって進んでください、はい、今日はありがとうございましたパンパンさ <laughs> しっかりマッサージして <laughs>、はい、さあ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 、うん、さあまあ楽しそうでしたね楽しそうしかももう最後はねあの夏の終わりのセミみたいな感じ <laughs> い,いいんですよ <laughs> 新そう考えるとやっぱり関野さんすごい90度よりだって倒れて手前に倒れてるわけでしょそ,<う>それなのにあんなに優雅にそう吸盤ではついてるんじゃないかっていうぐらいそうでもあの靴自体も普通の靴と違って、まあ、ちょっと柔らかくてグッとグリップが効くようになってるんですよ掴みやすいんですよなら登れんじゃないのいやだから次行けばね行 <laughs> けると思うんですけど、まあ、あと他にもあの2つあったスピードっていう高い壁あったじゃないですか。あれはあの優勝タイムで えっと女性が7秒から8秒で男子は5秒から6秒でバババババって上りきるっていう。 でも絶対体には良さそうよね全身の筋肉を使うからなんかできたらいいよねそうだから子供から大人までね上級者まで少し楽しみますねルーレイもこれいいんじゃないや僕ね全然全く体力ないんですけどあの本当に優しいコースが設定されているの嬉しいですよね徐々にねあの難度を上げていけばいいっていうその楽しみ方もできますからねこれあの必要な道具はですね専用のシューズと滑り止めのチョーク程度なんですよねでこの道具はレンタルすることもできますので気軽に始められるというの 魅力ですよね,いいすねこの肌の丹沢クライミングパークの利用方法など詳しいことはホームページでご確認ください。うん、さあそしてこのご紹介したスポーツクライミングなんですが、うん、神奈川県にゆかりのある選手がオリンピックに、ね、<お>内定しているんですよねすすよ原田海選手なんですが,が原田選手は2018年の世界選手権ボルダリング種目や2020年のボルダリングジャパンカップで優勝するなど、うん、国内外で活躍しているんです。 普段はですね、神奈川県内のクライミングジムにて練習に取り組んでいるということなので、ぜひね原田さんに注目して応援してみてください。いやしましょう。<ー>頑張ってほしい。はい、じゃ続いてこちらですね。うん、はい、これいろいろありますけども趣味として楽しめるオリンピック競技は続いてはですね、はい、こちらのね自転車。うー自転車ですね。すねこれありますようにうん、うん、自転車でもえっと5種。 5、はい、種あるんですよね種別ありましてあ、うん、今回、今日やったのが、えっと、僕が言ったのマウンテンバイクにチャレンジしてきましたのでね、かっこいいところ見せれますよ <laughs> どうぞ、どうですか、この大自然、いいですね。ということで小田原にやってきました、この大自然の中で行うスポーツがこちらですね、競技がマウンテンバイクです。 1996年のアトランタ大会からオリンピック種目に加わったマウンテンンテバイクのクのロスカントリー今回伺ったのはフォレストバイク小田原2018年にオープンし自然の中に作られたオフロードコースを初心者はもちろん上級者も満足する巧みなコース設定でマウンテンバイクの醍醐ご味を存分に味わえるんです。 さあこのマウンテンバイクねダイナミックさこちらはね初心者の僕でもできるというのはこのフォレストバイク小田原ですということで今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやこちらどういった施設になるんですかねええとですね、はい、マウンテンバイクを気軽に楽しめるように、うん、え初心者からインストラクターがついてノウハウを教えると。 で首都圏のこの辺りではあのマウンテンバイクのコースがあまりありませんので、はいうん、で楽しめるコースをこちらに準備しました。これ僕なんか本当やったことないんですけど、はい、も初心者でも本当に大丈夫なんですか？バッチリです。大丈夫ですか？はい。はい、あのうちはインストラクターがついて、はいえー、講義をしてから行いますので、まあ安全に乗れるようになってから始めますので、誰でも楽しめます。すごい広いんですけど、どれぐらいの大きさあるんですかね？ えー、フォレストバイク自体は1ヘクタールぐらいなんですけれども、はいえー、全体であのオーナーの敷地は70ヘクタールになります想像がつかないですけど東京ドームだと14個分ですかね、まあ、おーすごいですね <laughs> この大自然の中でこう遊べるとそうですいやいいじゃないですかじゃあ早速あの、はい、うちのインストラクターを呼んでいきましょうかはい、はいお願いします、はい、今回マウンテンバイクの魅力を教えてくれるのは江越翔也さん 高校時代日本代表として世界選手権アジア選手権に出場し国内年間シリーズチャンピオンを獲得しているマウンテンバイクのエキスパート。 さあということでね場所変わりまして今日はよろしくお願いします。はい、ます <laughs> これマウンテンバイクの競技の種類って結構あるんですか。はい。えー、っと、はい、主にだいたい二つに分かれてるんですけれども、はい、まず一つ目がダウンヒルって呼ばれる、はい、えっと山の山頂からふもとまでのえー、っとタイムを競ってまあ順位を争う競技とずっと下っていくっていうこれはい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 。あともう一種類がえー、っとクロスカントリーって呼ばれる、はい、まあ一周まあ周回コース をまあえっと用意どんでえっと複数の選手を走ってまあ順位を争う。その二種類がやっぱえっとメインのそうですね主軸さんなるほどじゃあそれまあ今日は僕は何を今日やらせますかね結果的に。今日まず最初にえっとまあマウンテンバイクやっぱり一番楽しいのが下り坂なのでまず最初にやっていただくのがマウンテンバイク基礎的な乗り方となる立ち乗り。あちょっと練習していただき。わかりましたはいお願いしますお願いいたします。まず立ち乗りする時なんですけれども。はい。 ペダルの位置が入りますはまず最初なんですけど、はい、地面と絶対平行にしててて乗ってあげてくださいでその後に足の乗せる位置もちょっと大事になってきますなんですけどこれ簡単です足の母子球っていう、まあ、靴でいうと一番幅の広い大体この辺りをペダルの真ん中に乗せて頂くい、そのまま立ってもらって大丈夫です、はいはい はいこれまず立ち乗りの仕方を教えてもらいましたこれ初心者の僕でもコースに出る前にしっかりおよそ1時間かけてマウンテンバイクの基礎を教えてくれるから安心ですね私立ち乗りできないからさこれ基本的にずっと立ち乗りですからね今目から鱗だったそうかそうそそうう平行にしてっていうね本当にちょっと教えてもらうだけで全然違うんですよ乗り方がはいこのブレーキの仕方いろいろ教えてくれるから習えるのいいですいいですよね危険じゃなないいいんですよ近くく見て

これ位置的にはもうちょっとこうもう気持ち後ろ後ろこんな、はい、おおうわ結構すごいうわ小田原の大自然を満喫しながらうつ気持ちよさそうですねマウンテンバイクの魅力を満喫してください いやもう十分満足したんですけどこれから本番ですよねはいいよいよですこのコースえに忍者忍者トレイル中級上級上なんですかはいこれはすごいコースですけどこれ大丈夫ですか僕大丈夫ですこのコースは基本的にはえっとつづら折りで左右にすごい曲がるあのセクションがすごい多いのでそうですねはいなので走っててすごい流れが良くて気持ちいいあ気持ちがいいそうですね カーブを曲がれるようになれば楽しそうですよね。そうですね。はい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 。さあ行こう。<っ>よいしょ。早い。よいしょさあこれ忍者トレイル。これさまざまなこう表情ありまして、えー、まあ体力と技術を駆使してこう乗りこなすとね気持ちいいんですよ。えー、はい。これねもう見細の山なんで、もう急勾配アップダウンが続いてね。一人しか走行できないぐらい細いね、こうシングルトラックっていうね場所もありまして。 ゆっくりいっていいんだったらやってみたいな言うんです、いいんです、本当に最初に聞いとけば、意外と見てるより怖くないです、へそうなんだこれ自然の中を走るっていうのが、またいいんですよ気持ちよさそう、そうこれ、本当に結構勾配があるんですけれども、んるそうそうそう、そうやなんかやれそうな気がしうなんですよ 意外とねこれもう、ね、子供も全然できますからもちろん家族で行って楽しむこともできるんで<ー>ほらこれもう僕,いいまあ僕がちょっとできてるっていうのもあるんですけどね出た自慢、うん、誰も褒めてくんないから <laughs> 自分で褒めないと、うん、えでもいいなこれ気持ちよさそうこれみんなでやりたいですよねやりたい教えますから僕はえー、よいしょはいー、はい、ゴールーよいしょ いや本当に楽しかったですありがとうございます、うん、こちらこそ でも走ってる気持ちよかったんですけど、はい、これ魅力って何ですかね。魅力っていうのはやっぱりこの次第自然の中で走れるっていう自然とのまあ一体感とやっぱりあの走った時のまあスピード感、やっぱり醍醐味ですよね。ーいやー本当最高でした。なんかこれからこういう風うなことやりたいとか目標とかありますか。はい、目標とかはい、そうですね。今後まあよりあのたくさんあのマウンテンバイクあの普及につながるためにまあよりあのたくさん来てもらえるようにまあえっと今後ともまああのこうした活動をあの継続してできればなと。 はい思っておりますいや本当に今日はありがとうございました、はい、ありがとうございますああ楽しかった、うん さあ、最後はね、ビャーって飛べるぐらいまでね。いやいやいや、違う、違いましたね。先生だからねそうですね。はいはいはいでも、こぼれびの中をね、さあっと駆け抜けるって。いいね。いいですよね。都心からね、アクセスもいいんですよ。それで、あんだけ大戦中でも、家族でできるじゃないですか。確かに。これもね。うん、お散歩もいいけど、自転車で駆け抜けるっていうのもね。いいですよ。どう、ルイルイ、これはいいんじゃない。自転車好きだから。これは楽しそうですね。まあ、僕はロードバイクなんで、舗装された道走るんですけど、なかなかああいう。 山道ですか走る機会ないですしね上手くなればなるほど絶対スピード出して降りれれば楽しいですよね、えー、フォレストバイクなんですが、はい、森林アクティビティー広めようとする理由の一つにですね、うん、森林を活用することによって森を守ろうという考えがあるんですね、うん、まあつまりですね森に行くことで自然に対するマナーアップと同時にですね利用料金が生まれることで森林整備や保全につなげたいという狙いがあるんですね<あー> <laughs> なるほどいい方法ですよねそうです最高でしたよ皆さんやってみてください楽しい そうでした、うん、さあ趣味として楽しめるオリンピックパラリンピック競技最後はですね、はい、まずちょっと隣に隣に移動してはい分かりました向こうですねはい何何はいアーチェリーなんですね今日は先生に来ていただいております教えてくれるのは浜アーチェリーセンター代表の高橋努さんです よろしくお願いします。はい、高橋さんはですね、はい、全日本選手権大会2度の出場をはじめ、うん、競技の傍ら指導から大会運営まで幅広くアーチェリーの普及に努めていらっしゃいます。これ高橋さん、えー、僕も初めて見たんですけど、これって普通趣味としてやってる方っているんですかね。ええ、趣味でできるものなんです,、ね、ですね。何歳ぐらいまでできるんですか。うもう小学校3年生ぐらいから。はい、もう上は <laughs> あの。 お元気であればなるほど例えば私たちとかが今から始めようと思ってもできるものなんですか全く問題ないですねはいこれ趣味特技のないおじさん代表の私でもできるということですよねいやすごいなーこれ的が今あるんですけどはいそうなんですねこれオリンピックのアーチェリーはですね直径122センチの標的これあの高橋さん 本番で使われるものと同じサイズのものですか？いやこれはですね、50メーターと30メーター用なんですね。オリンピックの70メーターはですね、あのもう少し大きい。大きいんですね。え70メートルでその的の中心とかって見える？いやそうです。すみますええどのぐらいに見えるんですか？なんかどのくらいにちっちゃく見えます？ちそうですね。もう本当にどうでしょう。 なんか一円玉とかぐらいの1円玉よりはもちろん大きいでしょうかいいややそれであの黄色いところを狙ったらいいんですかそうですねなかなか黒いところ狙わないじゃないですか黄色いところが10点なんですかね10点あそこは10点点数があるんですルール的には10点から1点までなんですねじゃちょっといいですか付け方わからないんではい。じゃ早速お願いしますそれではですねまず ここちらでですすねねれ胸当てになるんですけど左手にまず通していきましょう右のを。きの下から先生別ずに自分を見てやらなきゃいけないんですよねこういうのねこの正面で止めるとあちっと止めました次にですね腕当て腕のガードですねこれですか左手につけますねフィンンガースリグこれですか はい、これを左手の中指につける。左手の中指。はい。こしね。そうですね。はい。指輪を持ったら親指につけると。こう、あ、なるほど。こうぐっと指輪をこう挟んで落とさないようにするそうですね。はい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 。こうですね。はい。そしてこれですね。これが多分右手の中指に中指つけていきます。こうだ。えええ、あこう。そはいはい、こうですね。なるほどなるほど。これ挟むんですね。ここで。これわかりますか。ここに矢が置けるようになってるんですよね。 で次にですね、はいえー、矢の筒ですね。はい、これだ。はい。<お>右の腰につけていきましょう。右の腰、いやなんかなってきましたね。ポッね。なんかカ流動って感じ。すごいですね。なんか <laughs> いや初めてなんで緊張しますねこれ。ええー、すごい。えそれかる軽そうに守ったけど軽いの？軽いです。すごく軽いですこれ。<ー>でこれだ。そうですね。親指につけてください。グググググとこれ挟むんですね。これをこうだ。 こ,れでこんなに簡単に初心者で行ってもすぐこう打てるて、はい、えー、いいですねこれ,これ皆さんこうですよこ,うなこんな感じでふ、うんって <laughs> <で>挟んでなんだろう<ー>何かこの静観な感じが全然違う <laughs> 違うな<ー>やってる人ってやってないんですんかこう動かないもん <laughs> 高得点を狙うためのコツとかってあるんですか 力を入れてしまうのでまず力を抜いてうずさんちょっとねぎゅっと握り込まないでねちょっと力をこんな感じで右手をはいこれは押さえなくてもいいんですもんね押さえなくていいですねほっぺたにしっかりくっつけて的に合わせて123で離しましょう123あいい音ででききててるる、ってでことすごいじゃあちょっともう一回。 うずさんでもねちょっとね力をねやっぱね緊張するんですよね <laughs> あ、もうやらせてくれない時間がいっぱいということで <laughs> なるほどなるほどいやーこれはねちょっと本当に習いたいですね<ー>それぐらいちょっと面白いこ,この短時間で実際に打てるっていうのはいいですよね、はい、これホームも良かったんじゃないですか割とま,まあまあ良かったです、ね、まあまあ良かったどうにかして自分を褒めていただきたいんですけども <laughs> ねいやこれ改めてなんですけれどもあのアーチェリーのやっぱり 一番の魅力というか皆さんにやってもらうにあたってどんなところが魅力ですか、はい、アーチェリーはですねオリンピックパラリンピック両方の種目になっているんですけどあの障害のあるなしに関わらずまた年齢体力に関係なくですね始められるのでぜひ皆さんあのやってみてください浜アーチェリーセンターではですね気軽な一日体験をはじめとしたさまざまなコースを設けていますのでぜひホームページで検索してみてくださいいや、今日は貴重な経験ありがとうございました、はい、ありがとうございました さて、うん、趣味として楽しめるオリンピック・パラリンピック競技を紹介してきましたが、うん、神奈川県では東京2020大会に内定など出場が見込まれる神奈川県ゆかりの選手の動画をホームページで公開しているのをご存知ですか東京2020大会に向けた意気込みやプライベートの過ごし方など選手の魅力が伝わる動画になっています今後も順次更新される予定なのでぜひ動画をチェックして県ゆかりの選手を応援してくださいね 地元の選手だとますます力が、ね、入っちゃいますね。はい、ということで今日は趣味として楽しめる3つの競技ご紹介しました。